こんにちは、しわなおかです。今日はこの船の形を連想するような牡蠣に生けていきます。これは東京の梅の牡蠣店で買い求めたものなんですよ。さて、今日のテーマはね、アンシンメトリ、非対称っていうことをイメージしていけていきます。はいはい、ヘリコニアです。すっごくシャープな線ね。ね、ヒュッてシューって感じ。さあ、これに対して反対がここをウェーブするようなラインを作りたいなって思うの。さあ、そして出てきたのが、どうしようかな。これでいこうか。はい、ソテツです。ソテツね、生々しい時はすごく扱いにくいけど、枯れちゃうと割とこう、扱いやすくなるのね。この辺でどうでしょう。どうかな、こう、うねうねっとした感じ出てるかな。よいしょ。いや、どうでしょう。こう、こう、揺れるような感じ。ね。これにしようか。よいしょ。どうでしょう。綺麗なウェーブが出てるといいんですけど。ね、こう、こういう感じ。さあ、そしてね、合わせていくのが菊です。って思うかもしれないけど、このシャープな色に対してこっちこう、淡い感じで仕上げたいなって思ったんです。これ菊って言ってもあんまりこう、なんていうの、そんなにこう、でも菊だわね、やっぱり。でもピンク色でね、ちょっと可愛いじゃない。よいしょ。こうキュンとした感じ出したいんだけど、出るかな。ちょっと危険だけどやっちゃうね。こういう感じ。もう一本あるから入れちゃおう。よいしょ。ここかな、ここかな、どこだろう、どこに入れよう、ちょっと迷う。ここぐらいかな。ね。さあ、そして、こういう菊もあるの。もう今日菊尽くし。グリーンのポンポーンとした感じが、ね、かわいいじゃないですか。
よいしょ。剣山左遷とか探して。さあ、どうです？でもね、また風船トマトも入れたいなって思っちゃうの。なんかちょっとね、ポポンとした感じが欲しくって。ね。よいしょ。どうかな、いっぱい入れたりはしないよ、本当は入れたいんだけど、ちょっとやっぱ遠慮あってね。よし、こんなとこかな。もういいかな、あんまり入れるのやめとこ。ヘリコニアは思いっきりシャープで、こっちはこう思いっきりゆらゆらゆらって感じ。今日のテーマは安心メトリーです。はい、完成です。うわ、完成だなんて言ったけどむちゃくちゃ直したわ恥ずかしいうん、やっぱりね、こうきちっとしたこうライン作りたいなって思って、あ、広げすぎって思って、こう右側もこう揺れる感じは出てると思うんだけど、こうもうちょっとコンパクトにしたのね。その方が対照的なね形作れるかなって思ったんです。はい、今日のテーマは安心メトリーですね。左のシャープなシャープなヘリコニアの形、そして右はこうソテツを使ってこう先がこうパサッパサッパサッとなっていくようで、こう揺れるような感じを表現してみました。全然ね、右と左質感もボリュームも違うでしょね。神経使って徹底的に直しました。あしからずです。はい、まあこんなこともありますよね。うん、でもこうやって見てると直してやっぱり正解です。私後ろ行けちょっと調子悪いみたいです。はい、今日はこれで完成です。ゆっくり見ていってください。ありがとうございました。